一般財団法人等と大学野球連盟とは、東京を所在地とした21校の大学の公式野球部で構成された4部制の大学野球リーグである。旧制大学によるリーグから継続している数少ないリーグの一つ。現在は全日本大学野球連盟参加となっている。2016年の時点で全日本大学野球選手権大会で最多体。 明治神宮野球大会では最多優勝をしているリーグであり、人気の6大学に対して実力のトートと評され、プロ野球界にも数多くの選手を送り出している。出身選手については、カテゴリー、トート大学野球連盟の選手を参照。1925年、国学院大学、専修大学、日本大学、東京商科大学、東洋大学、 宗教大学によって、東京新大学野球連盟が結成され、同年春に第一回リーグ戦を実施。これは六大学野球の最初のリーグ戦である九百二十五年秋より、早いものであった。しかし翌年には改変され、今度は、国学院大学、日本大学、東洋大学、東京農業大学、上智大学、東京帝国大学の学部に、青山学院、 高千穂高等商業学校、早稲田大学高等社班部、東京高等工芸学校などの専門学校も、加えて、東京新十大学野球連盟と解消したが、補聴が合わず結局は永続しなかった。また、こうした大学の中には6大学リーグへの加盟を目指す動きもあり、1920年代から技量を整えつつあった日本大学、国学院大学、 専修大学は、六大学リーグへの加盟をたびたび申請した。1929年には、リーグ戦の枠外で六大学各校が、日大、国学院と各一試合の対抗戦を行うこととなったが、その結果、現時点では、実力不足と判断され、将来的な技量の向上次第で加盟を歓迎すると、しながらも加盟は見送られた。 5大学リーグの開会式1931年、6大学リーグ加盟を断念した日本大学、国学院大学は、歴史学者で、雑誌、野球界の主観でもあった横井春野の終戦により、専修大学、中央大学、東京農業大学と共に、東都野球連盟の前身となる後、大学野球連盟を結成した。同年春に開始したリーグ戦の開会式は、東京市長、 永田秀次郎を招き盛大に取り行われた。初年は、田園町普及場などを使用したが、翌1932年より、神宮球場の使用を開始。1936年、東京商科大学が加盟する際に名称を、現在の東都大学野球連盟と解消した。6大学野球連盟とは、対照的に、戦後は、新規加盟校を積極的に受け入れて、規模を拡大。 その後いくつかの大学の脱退を経て、現在に至っている。なお、東都大学連盟の設立経緯にまつわる説には、諸説が存在している。創設当時は、全国的な統括組織が存在しなかったこともあり、東京六大学野球連盟や関西六大学野球連盟と共に独立した連盟であったが、前日に連盟と共に、第二次世界大戦後に結成した。 全国大学野球連盟を経て、現在は全日本大学野球連盟参加となっている。2019年の時点で、全日本大学野球選手権大会では設立以来、長らく単独トップだった東京6、大学野球連盟の優勝回数では、いでいる、特に1990年から2015年の、実績では6大学の優勝4回に対し等と12回と、大差をつけている。 また秋の明治神宮野球大会では、東京六大学を抜いて、トップの優勝回数。人気の六大学、実力のトートなどとも評され、他リーグに比して、トート大学野球連盟出身のプロ野球選手の圧倒的な活躍を評する報道もなされている。特に二部リーグまで強豪校がひしめき合い、入れ替え戦を含めて高いレベルを誇るため二部所属校からも、 一定数プロ入り選手を排出していることも特徴である。一部リーグは明治神宮野球場を使用する。東都大学野球連盟は関東で2番目に結成された大学野球リーグとして早い時期から東京6大学野球連盟に次ぐ存在と認知され、神宮球場の使用を割当て優先の配慮を東京6大学野球連盟に次いで受けている。春秋のリーグ戦期間中、 トートは木曜日、金曜日の優先割り当て権を得ているが、リーグ戦勝下の都合上、一部リーグは火曜日から試合日程を組み込んでいる。ただし、土曜日から水曜日の優先使用権は六大学リーグにあるため、六大学が部券等により順延した場合は、その分日程が後日にずれることになる。六大学リーグが順延した場合、トートリーグも順延する場合が多く、 リーグ終盤は試合日程を変更したり変則的な日程となる場合もあり優勝の行方を左右することも多い。なお各部のリーグ運営の詳細は下記に詳述する。戦術の通り原則として神宮球場で主に火曜日以降の平日に試合を開催する。ただし9月の第1週の週末は6大学野球の未使用日に当たるため 九百九十四年以降長らくの間、周期の開会式と一部リーグ戦開幕を土日の神宮球場で開催してきた。二千十四年以後東京ヤクルトスワローズが第一週にデーゲームを開催したため、土日開幕は中断したが二千十八年に五年ぶりに復活した。春季リーグは六大学の日程が組まれない四月第一週の月曜日から開幕となることが多いが、 2012年は日曜日に開幕戦を行った実績がある。祝日を含めた休日の開催実績はゴールデンウィークや秋分の日を中心に多数あるが、近年はヤクルトがデーゲームを開催することが増え、変則的な日程を組むことが多くなっている。雨天順延等の諸事情により、神宮球場のみでの試合消化が困難な場合、近年も神宮、 第2球場や府中市民球場、東洋大学グラウンドでの開催実績がある。また、1960年代以前には、一部リーグ戦で、高楽園球場や駒沢球場が併用されていた時期もあった。2019年春季から日程が再編され、毎週全6校が登場して、ナイターを含む1日3試合ずつ行い、五カードを全五週で消化させた。しかし、 第3試合終了時間が極めて遅い試合も生じたことからも周期からは各試合開始時刻を早めた。原則として首都圏の公営球場等で主に月曜日以降の平日に試合を開催する。2013年以前は原則として神宮第2球場で開催していた。ただし神宮第2球場はゴルフ練習場を兼ねている都合上。 祝日や使用できない予備費等においては、東京農業大学グラウンドをはじめとした各大学が所有する野球場を使用して試合を実施していた。2014年から神宮第二球場での開催は、球場が非常に狭く、ファールボールが場外に飛び出すなどといった問題や、施設の老朽化などもあるため、原則として参加校のグラウンドを使用することになった。 土日開催を原則とし、1.2回戦は、対戦校の各大学グラウンドを入れ替えるホームアウェー方式とし、3回戦以後にも連れ込んだ場合は、原則として、東京都町田市にある小野寺球場を使用するが、東京六大学野球連盟が、日曜日までに、その週の試合を終えていれば神宮球場で開催するという変則的な日程を採用した。しかし、 大学グラウンドの所在地によって移動が長距離となることから選手やファンからは不評であったことや公外開催となりプロ野球球団のスカウトが訪れる機会が減少するといった切実な事情もあり2016年以後は原則として相模原球場や大和スタジアム、上尾市民球場等を中心に平日に首都圏の公営球場で試合を開催している。なお、 2016年は西部プリンスドームで開催したほか、神宮球場で一部リーグとの同時開催をした実績もある。また、例外的に所属校及び社会人チームのグラウンドも使用している。原則として各校の大学グラウンドで試合を開催する。近年は各部所属校に応じて学習院大学グラウンド、一橋大学グラウンド、芝浦工業大学グラウンド、 上地大学グラウンド等が主戦場となっている。整形大学グラウンドも使用することがあり、対象大学グラウンドも実績がある。2020年秋期以降は、新型コロナウイルスによる影響から大学による制限もあり、1、二部校のグラウンドも使用。また、公営球場も同様に使用することがあり、太田スタジアム、上尾市民球場で試合が開催された実績がある。 一部、二部入れ替え戦は、神宮球場で実施する。過去には、春秋ともに、早計戦翌週の土日から、入れ替え戦を開催してきたが、春季については2013年以後6月第1週に、ヤクルトがデーゲームを開催しているため、月曜日からの開幕となっている。春季については原則として、土日開催を維持しているが、2013年以後は、 東京都高等学校野球連盟主催の周期大会との共催の形式を原則として取っている。2部、3部入れ替え戦、3部、4部入れ替え戦は1部、2部入れ替え戦終了後に同じく神宮球場で開催している。過去に神宮第2球場が使用できた時代には神宮球場が大学選手権大会や明治神宮大会により使用できない場合は 第2球場で開催したが、現在は各大会終了後の神宮球場で開催している。2016年秋は11月第1週の土曜日に6大学リーグとヤクルトの間で神宮球場建設90年の記念試合を行ったため、高校野球との共催は行わず、日曜日からの開催となり、1部、2部、2部、3部、3部、 4部入れ替え戦の同日開催を実施するなど、状況に応じた例外的な運用もある。2.3部以下の入れ替え戦は延期等により、大学グラウンドでの開催実績もあり。加盟校数の関係から前シーズンの成績をもとに、下、各部6高校構成を基本に1部から4部まで分けた、ブロック運営を行っている。最上位リーグを1部リーグ、順次回リーグを2部以下と称する。 なお、2部リーグ以下の試合記録は、表彰選手も含めて、あくまで参考記録扱いであり、リーグ記録としては扱われない。各部ともに春季と秋季にそれぞれリーグ戦を実施。2戦戦勝方式の総当たりによる勝ち点制。なお、4部のみは、チーム数の関係で、勝ち点制の総当たりをにめぐり行う。また各シーズン終了後に、各部の間で入れ替え戦を実施する。 2019年秋季リーグ戦よりタイブレーク制度を導入することになった。9回終了自動点の場合、延長10回からノーアウト1.2類の継続打順で決着がつくまで行う。勝ち点制同一対戦校に勝ち越した場合に勝ち点1を獲得し、勝ち点が多い方が上位。勝ち点が同じ場合は、全体の勝率比較によって順位を決定。 勝ち点も勝率も同じ場合は、優劣の決定が必要な場合に限り決定戦を行う。それ以外の場合は、同順位とする。決定戦での記録、成績は、リーグ戦のチーム、個人の成績には含まれない。各部のリーグ戦の終了後に、上位リーグの最下位校と、下位リーグの優勝校との間で対戦を組み、勝者チームを、次シーズンの上位リーグの所属とする。 対戦方法は2戦戦勝方式。また、入れ替え戦の試合記録、成績は決定戦と同様に個人やチームのリーグ、公式戦記録、成績には含まれない。各部入れ替え戦ともに、基本的には、人宮球場を使用して行われる。通常は、一部二部入れ替え戦を先に開催して、一部二部、入れ替え戦終了翌日から三部四部入れ替え戦と二部三部。 入れ替え戦の同時開催として実施される。なお、球場使用スケジュールの都合で、3部、4部、2部、3部、入れ替え戦開催日が、全日本大学野球選手権大会及び、明治神宮野球大会の開催日とこうる場合が、多く、その場合は、神宮第二球場での開催に回ることが多くなっていたが、その後は、各部入れ替え戦は、各大会と異なる週に実施されている。 また、近年、周期一部二部入れ替え戦は、周期東京都高等学校野球大会の準決勝、決勝戦と同日開催として、高校野球終了後に試合を行っている。開会式、閉会式開会式は一部リーグ戦の開幕日の、第一試合前に加盟全21校の参加で、取り行われる。一部から四部別に前期の順位に従った順番で一類、 ガワダグアウト入り口からの入場更新となる。なお、入り退場の更新に際しては、場内放送により、一般的な更新曲が流される。優勝期、優勝杯の返還と、連盟役員挨拶後に退場となる。なお、退場は一斉に関係者入場口からの退場になる。表彰式は、各部リーグ戦の最終戦終了後にそのまま球場で、取り行われる。 優勝旗、優勝杯の授与と、連盟役員の挨拶後に退場、終了となる。個人表彰は、別途行う。開会式の最中には、東都大学野球連盟の所属校応援団の中で、全日本学生応援団連盟に加盟している、応援団のうち、さらに任意の数校が一類、側スタンドに陣取り団旗を掲げる。ちなみに、これは、 東都所属校の中全日本学生応援団連盟に加盟している応援団の監修によるもので野球連盟としては一切感知していない行為にあたる。審判員1部リーグ戦の審判員は全員が連盟登録の公式審判員が務める。所属校を b をメインに構成されているが外部将兵の審判員も少数ながら含まれている。2部リーグ戦は 球審と二類類審に関しては一部リーグ戦と同様であるが、一類類審と三類類審に関しては一部所属校の野球部員が当番制で、務める。3.4部のリーグ戦では、球審に関しては1.2部リーグ戦と同様で、類審は二部所属校の野球部員が当番制で、務める。優勝杯読売新聞社寄贈の優勝旗、連盟杯、文部科学大臣杯、 明治神宮杯がある。選手の表彰各部の優勝校、最高主君選手、最優秀投手、首位打者と一部のベストナインがそれぞれ選ばれる。選出には、首位打者を除き、公式記録の成績をもとにして、主に登録の報道記者クラブの投票結果で行われる。公式記録員各リーグ所属校の、当該試合出場校以外の登録された野球部員が務める。 場内アナウンス現在は、各リーグ所属校の女子マネージャーが試合ごとに、代わる代わる務めている。在籍校の紹介も行われている。入場料神宮球場で行われる一部及び二部リーグ戦、入れ替え戦、一部新人戦、交流試合とそれぞれ一般券が1400円、学生券が600円、中高生券100円にて入場可能。その他球場は、 原則無料試合で行われている。また以前はシニア券もあったほか、2019年春季は1日3試合制を採用して、第3試合前から一般でも1000円のナイター券を発売した。かつてジムーー第2球場で開催されていた2部リーグ戦も一部と、当時同額であった。なお、前期のように、 周期一部二部入れ改戦が、周期高校野球東京都大会と同日開催の、場合は先に試合開始となる、高校野球との共通権として入場料、一般800円が適用される。新人戦、例年、8月下旬にその年度の一部、周期リーグ所属予定の六校により、神宮球場にて、トーナメント戦で行われる。試合規定等は一部リーグ戦とほぼ同様。 ただし、公実の各部交流戦がある年度は、神宮球場以外にて開催される。なお、年によっては、周期1、2部リーグの12校で実施される。各部交流戦、例年4年に一度に1部から4部の21校を、基本的には、同部同士の対戦がないような配慮にて、ランダムな組み合わせで、各校1試合ずつの対戦を神宮球場にて行う。ただし、 試合時間の制限があり9回完了するとは限らない。また時間制限内や9回完了時に引き分けの場合はそのまま終了となる。2部以下も含む全加名校が神宮球場で試合を行える機会であり、3部以下の大学は主力メンバーで臨むが1、2部校は新人戦と時期が近いこともあり、コーチが指揮し、控え選手を起用するケースが多い。 連盟創設60周年を記念して行われた加盟前21校による交流トーナメント戦がきっかけ、以後4年に一度に現在のような形で行われるようになった。出場停止に伴う順次降格について、連盟や学生野球協会により出場停止の処分を受けた場合、停止期間中はリーグ戦、入れ替え戦ともに不先輩と同等扱いになる。 出場停止期間中のリーグ戦と入れ替え戦はすべて不戦敗となることで、それに応じてリーグ戦全敗再開入れ替え戦出場、不戦敗降格という手順を踏んでいく。ととのように入れ替え戦システムをとっている連盟では、実質的には降格処分と同等になるが、それは入れ替え制のシステムには必然的に伴うもので降格そのものは処分内容ではない。 平成以降の成績二千二十一年、春季リーグ終了時点一部リーグ二部リーグ三部リーグ四部リーグ、大学選手権イコール全日本大学野球選手権、大会出場回数、神宮大会イコール明治神宮、大会出場回数。活動規制等と大学野球連盟では、同じ神宮球場を、専有使用している、東京6大学野球における、東京6大学応援団連盟のように、 野球連盟と密接な関係を持つ学生応援団連盟は存在せず、応援団、応援部については、当該校野球部の直轄管理責任となっている。なお、全日本学生応援団連盟を参照。使用楽器の規制神宮球場、神宮第二球場は、自然環境保護の都合から、楽器使用応援の規制を行っており、東都大学野球連盟としても、 この通達に沿った応援規制を敷いている。スタンドでの応援活動で、規制制限外の応援への注意、指導は、球場内においては、球場職員が直接これに当たっている。応援リーダー代使用している応援リーダー代は、東京六大学応援団連盟の所有物である。ため、特別な事情がない限りは応援団同士の個別借用ではなく、借り主は、 東都大学野球連盟として貸資料を一括、納入している。各校応援部、応援団は、野球部経由で、東都大学野球連盟に納入するか、あるいは学校によっては、野球部、大学側が処経費の一部として納入している。ただし応援組織のあり、なしや、応援形態の違いなど学校により、事情が異なるので、大の使用と貸資料の発生は、 あくまで事前の申し出による。早い時期から入れ替え戦制度をとっていた、東都大学野球連盟では、東都と同じ旧制大学野球リーグ以来から続く、東京六大学野球での総敬戦や、現在の関西学生野球の席、関戦、同立戦のような知名度の高い伝統的な、組み合わせでの対戦カードは存在し得なかった。しかし、それでも一部の関係者やファンの間では、 伝統の一戦と呼ばれる対決が存在する。以下に例を記す。これら等々の中でも比較的人気の高い対抗戦を集め固定した試合をオフシーズンに準公式戦として開催、定期戦化していこうという動きが一部関係者の中で存在していたこともある。古くからの有力校、強化校が多く、その上でリーグ戦が一部から四部まであり、 入れ替え戦を通してのチームの浮き沈みの激しさも相まって頻繁に戦国トートと形容される。また歴史や過去の全国大会での成績においても関東での大学野球界でしばしば総壁の存在として対比される東京六大学リーグとの関係において人気の六大学実力の党とと言われてきた。80年代には当時のテレビ、 神奈川や優勝に関わる試合を NHK ラジオ第一放送が中継していた時代もある。2000年代初頭には J スキースポーツが主に同日神宮球場でヤクルト戦のナイダー放送がある日にまた1シーズンのみスカイ映が中継したこともある。またマスコミではないが公式スポンサーのミニミニグループの一つである株式会社ミニミニ調査の学生支援部が 展開するブログにて、一部の試合を中心に、定期的に、試合内容が報じられている。1958年秋季一部リーグ、学習院の検討により大混戦となった。それまで等と,うとう一部リーグは先週、日大、中央の三校しか優勝しかなく、学習院は1950年に連盟に加盟し、翌年一部に昇格したが万年会に低迷し、1.2部入れ戦を、 戦い抜き一部を死守していたチームであった。その学習員がリーグ終了時に日台中央とともに7勝5敗の勝ち点3で首位に並び、共演戦によるプレーオフが行われることとなった。ところが、プレーオフは二回りしても3個を1勝1敗で、決着がつかず、連盟では三回り目は行わず優勝を預かりとする意見が支配するに至ったが、 学習院が強行に3回り目開催を要求し、結局に勝した学習院が先週、日大、中央以外で、初の優勝校となった。この後学習院は1961年を最後に一部より、降格、1982年周期以降三部に、降格した。2015年9月、本大会を主催する、東都大学野球連盟事務局長の白鳥正史が、 全21チームを1部12、2部9に再編する案を検討していることを明かした。その理由として、2014年より2部リーグの主会場とされた明治神宮第2球場が老朽化を理由として使用できなくなったため、3部以下と同じ要領で2部加盟大学のグラウンドでのホームアウェー及び予備会場として、 町田市の小の寺公園野球場を利用することから移動負担が大きくなってしまうということが問題となっていた。ただ、現在の参戦に詳細を維持すると試合数が多くなるため、一回層あたりによる勝率性なども検討されていたが、試合数や使用球場の問題もありその後再編問題は進んでいない。一部の新聞や雑誌、ネット上のサイト内記述や、 東都所属校野球部 OB、さらには著名な野球解説者でさえも、稀に、東都六大学という用語を使用しているケースがある。さらにはかつては、国会答弁の中でも、その表現が使われたことがある。ただし、所属校も六校限定ではないことから、東都大学野球連盟では、公的にも、またローカルな愛称や通称としても、六大学の故称は使用しておらず、 完全にスラングである。東都大学野球連盟発足の経緯は参考となる一時資料に乏しいため、いろいろな一説が誠しやかに流れているのが現状となっている。以下の内容は、こうした状況を踏まえた上で、比較的信用できる文献の中に記述されている説をあくまで格論として列挙、紹介する。六大学側前シーズンの再開チームとも、 大学側優勝チームの対戦後大学連盟の6、大学連盟加盟。ありがとうございます。